どうも、ドイボイです。今回の動画はチャンピックスを服用して61日目の動画になります。前回のチャンピックスを服用した動画が30日目だったので、それから31日、約1ヶ月経過しましたね、はい、その間どうだったのかというと、前回同様7日間禁煙できました。で、また懲りずに今タバコを吸ったらどうなるのかと吸ってみました。やはり前回同様まずくもなく、吸えましたね。かといってまた吸いたいとも思いませんでした。最近イベントごとが多かったため、喫煙者と一緒に1日1本から3本吸う機会がありましたが、これじゃ禁煙する気があるのかと考えました。これから、ラスト1ヶ月本当に禁煙していきたいと思います。で、多分禁煙できると思いますね、なぜかというと、これチャンピックス今日、そっか、1日朝夜の食後にチャンピックスを飲むんですが、1個ずつ、今日ここなので3日前から朝しか飲まなくても、タバコを吸いたいと思いませんね。思わなくなりました。で、禁煙して気がついたことというかあるんですけど、お酒を飲んでいる時に、今までタバコを吸うタイミングの時ってあったんですけど、それがつまみを食べてしまうので少し体重が増えました。で、医者にそのことを伝えたら、最初のうちだけなので元に体重も戻ると言われました。あと、とにかくお金を使わないですね。タバコを買うことがなくなったので、すごい。値上げ前にやめられたら最高ですね。っていうか、まあ買ってないので、今のところ大丈夫なんですが、と喫煙所を探す時間のロスが本当になくなって、これは大きいですよ。タバコを吸わない人と一緒にいるときに待たせる時間がないというのがすごいメリットです。それはでかいですね。まあ次で禁煙外来も5回目最後なので、それまでに本当に禁煙したいと思います。頑張ります。じゃあ次回もどうなったか結果報告しますので、ご視聴よろしくお願いします。で、得意の余談というか、このいつも出てくるこれ、虫除けスプレーの、ここで、これピックができるんじゃないかといってピックを作ってましたよね、最近。てか前回、前々回とか。で、そのピック、作ったピックで、友達に、ギターを弾いてる友達に、ピックを使って弾いてもらいました。その結果、若干柔らかいけど、弾けるとのことで、ギターも普通に弾けます。で、そのまま、その虫除けスプレーピックをあげたので、新しいこれ買ったんですよ。若干違うんですよね、このこっちが以前買ったやつで、こっちヤブカからお肌を守るマダニにも効く、これいいですね。こっちの前回のやつはスプレーをした後肌が白くなるんですよ。で、目立つので、なんか恥ずかしかったというか、
で、こっちだと、うん、大丈夫なんですよね。で、まあこの辺の10月ってまだ外でバーベキューとかイベントごとがあるので、うん、やつらも本気なんですかね。かなり血を吸ってくるんですよ。で、むちゃくちゃ痒いので、こちらを使ってこれからの虫除け対策していった方がいいと思います。これについてきたこのここでまたピックを作っていきたいと思います。どんな感じですかね。関係ないですけどね。じゃあ See you。ここでカメラは途絶えたのだ。